おはようございます。まめちゃんやめて、リップクリームのせいから毛ついてた。だけならまだいいねんけどさ、その後にも授業あるからさ、なんで？だからお弁当を作らないといけないんですね、久しぶりに。かわいい、マメが人形と戦ってる。まあ今日はあやみたちだけじゃなくて、大阪の中学生みんなやってるって思ったら、まあ今日にねやってるって思ったら、まあまあ全然まあまあ。頑張れるよねって感じ。ちょっとお弁当を作らないといけないからさ、ちょっと早くしないといけなくて。なんでこんなに毛がついてるのか、唇に。顔は最近さ、何やったっけ。そう、寝るときにね、乾燥機をつけるようにしてるんですよ。暖房つけないから、うち布団の中だけあったければいいかと。まあ乾燥機つけたばっかの時はあったかいじゃないですか。乾燥機つけてで終わった後の直後の布団の中めっちゃあったかいんですけど、それがあったかすぎてさ、普通の布団の中がめっちゃ寒く感じるよね、朝とか。普通でも寒いのにさ、なんか乾燥機つけてたら余計寒く感じる、あったかいから。
乾燥機ウィーンってやって、布団の中温めてる。でも寒いからずっとつけたいんよね。お弁当の中に置いて、もう適当にあるものボンボンって詰め込んで終わり。いつももうほんまに内容が変わらへん、いつも。まあ栄養とかサラダとかは気にするけどね。栄養とかは気にしながら、時間ある日は卵焼き焼いたりとか、卵焼きじゃないだし巻き卵、私は終わり。もういつもより、ね、スピードアップしてやってますね今日は。ここか、オッケー。ちょっと前髪が長いんですね、いつも通り。目止めを塗りまして、なんか遊んでる。でちょっとアホ目止め塗るの気持ちバーってなってるのが一気に治るからさ、こっちか、こっちでした。先に髪の毛を解きまして、なんかさ、そのさ、休み、何休みとかさ、なとってさ、だいたいなんか誰かは変わってるみたいなのあるやんか。マジで冬休み変わってなさすぎてびっくりした。だってさ、誰もなんか髪短くしたりさ、なんか大きなさ、部屋めちゃもしなくてさ、ちょっと前髪伸びたから切っただけの子とかさ、あとはちょっと髪伸びてきたから切っただけの子とかが多くて、びっくりしたよ本当に。誰かがめっちゃ変わってるかなって思ったのにさ、誰も変わってなかったです。もちろん私はまあ、ツインテールしないといけないんでね。公園中髪の毛短くしたりはできひんけど。なんかさ、まあ確かに、その、冬休みさ、そもそもさ、
短いやん。でプラスさ、お正月とかでさ、まあ、家にいたいとかだったりさ、まあ、あるからさ、確かに冬休みに美容院に行きたいなとはなる。夏休みめっな結構変わるやん。その夏とかでさ、髪の毛短く したりとかいろいろ。これでいいか。で後ろが下がちょっと怖いな。ああ終わった終わった、いけたいけた、よし。久しぶりに高めっぽにするぞ、あやみちゃんは。よいしょ。よいしょ。テストの時はあの椅子にね、髪の毛が絡まるのが嫌なんで、絶対に髪を結んでます。ポニーテールかどうか分からないけど、てる。久しぶりにしたね、久しぶり。お、めっちゃ早い、やったね。こまちゃん、こまおいで、こま、あとがちょっと、ごま、来てくれへん。多分まだね、自分のことをごまって分かってないな。止めれない。ここでいっぱいねつけますね。ね、ほんまにいろんな長さの毛がありすぎてさ、ちゃんとケープしないと全部落ちてきちゃうね、それは。うん、15分だって、174、すごい、もうそんなに。
と前髪をやって終わりましょう。よし、じゃあこれを巻くだけ。あとはここどうにかしよう。どうしよう、ここが。こうやって手でやっていくしかないわ。首のね、裏のね、こうね、あとはここと、かめっちゃ出てる。よしよし、オッケー。あとは前髪だけ。お、温まったかも。こっちです。この長い前髪ちゃんたちをくるんとね、くるんくるんくるん、見て、よし。感じ。今日の前髪も絶好調ですわ。ちょっと止める。そう、なんかそう、メイクさんの時はあのこうやって上に上げてやってくださるんですけど、自分がね、手が足りないんで、だから手で、手につけてなんかやってます。まあ、こういうとこは全部キープでやってるんやけど、良きですか。前髪均等良かった。
かやった。なんかさ、もう最近さ結構なんかこっち側の毛量多いってから、こっちの側の毛量多いとかさ、いろんな感じがあったからさ、カチカチOK。 ちょっとまだ濡れてる。なんでいつも関西、うん、まあ関西人だから。え、大阪府出身の大阪生まれだ。うそ、大阪、うん、一緒か意味。大阪府出身の大阪府育ちだから、13年間ずっと関西弁だけを聞き続けて育ってきたから。なんか紐で遊んではるね、子猫ちゃんたちが。ごまめさん、壇上を読みたいと思います。関西弁コメント毎回どのメンバーにも。へえー、そうなんや。すごい。ちなみに13年間ずっと関西弁だけを聞き続けて生まれ育ってきたからです。ママもね、パパもね、バーバーもみんな関西弁。そりゃそう。じゃあ誕生日読みます。13位レベルノートさん、ありがとうございます。12位マスオさん、ありがとうございます。11位タカラノさん、ありがとうございます。10位レモンさん、ありがとうございます。9位ヨッシーさん、ありがとうございます。8位ナルさん、ありがとうございます。7位ソラマチの猫さん、ありがとうございます。6位みーさん、ありがとうございます。5位ジョーさん、ありがとうございます。4位ケイさん、ありがとうございます。3位高政さん、ありがとうございます。2位トッシーさん、ありがとうございます。1位スノーさんでした、ありがとうございます。はいはい。言うと見ます。ハートとバラとだるまさん、ホットん？ココアの中に、マシュマロ入ってるやつ。どうぞ、マジジスタンプは、あと音符、白ペンライト、かっこいいスタンプ、ありがとうございます。今日もたくさんありがとうございました。うん、くしゃみも関西、くしゃみに関西弁ってなんだ。まあなんかもう後で。ではありがとうございました。明日も7時です、はい、なのでよろしくお願いします。風の風の方に関西弁出てる？13位とかすごい、そんな、しかあんまさ、あからへんねんな。では、ありがとうございました。テストを頑張ってきます。はい、ありがとうございました。明日もよろしくです。7時です、一緒。よろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。バイバイ。ありがとうございました。